はい、せいちゃんです。今回はですね、沖縄そばランキング2021ということで、僕インスタグラムやってるんですけれども、そのフォロワーさんがね、今1万4000人いまして、その方々にね、沖縄そばで一番美味しいところ教えてくださいってアンケートを取った結果をね、今回発表したいと思います。僕のフォロワーさんっていうのはね、沖縄旅行に年に 4,5 回行くね、沖縄オタクの人から、あと実はね、うちなんちの人もデジ多いんですよ。なので、今回紹介するトップ5、まあ同率があるので計7店舗なんですけれども、ここはね、かなり自信を持ってね、皆さんにおすすめができます。まあ、ぜひね、次回の沖縄そば巡りの際だったりとか、まだ行ったことないっていうお店があればね、参考にしてほしいなと思います。まずはね、5位から紹介していきましょうね。こちらはね、恩納村にある中村そばです。まあ、有名なのでね、皆さん知ってる方も多いと思うんですけれども、5位っていうことにね、かなり驚かれた人もいるんじゃないですかね。まあ、他のね、沖縄そばランキングではね、1位とか、まあ、3位以内に入ってることも多いね。まあ、今見ての通りね、行列のできるお店としてね、すごい有名なお店ですね、こちらは。中村そばでね、一番食べるべきメニューっていうのがアーサそばです。アーサっていうのはね、沖縄の海藻ですね。恩納村でもよく取れますし、離島でもよく取れるものになります。そんなアーサをね、上に乗せたものがこのアーサそばになりますね。そしてね、この特徴はね、自家製麺で、その中にもアーサを練り込んでて、あとね、かまぼこにもアーサが入ってるんですよね。このアーサのね、風味がすごくてね、食欲をそそりますし、あとね、なんといってもね、もうこの麺ね、もちもちの麺、自家製麺の中にアーサが入って、味もしますからね、すごい美味しいおそばになりますね。ここでね、僕なりのポイントっていうのがね、このお肉になりますね。っていうのは、スープもね、アーサが入っててあっさりしてますし、麺ももちもちで、結構比較的ね、このおそば自体はね、あっさりした、おそばなんですよ。なんですけれども、このね、お肉がね、しっかり煮込まれていて、自家製でね、かなり味食うた濃くね、味が濃くね、作られてます。なので交互に食べていくとね、全然変わるんですよね。あっさりのスープ、あっさりの麺っていう形でね、食べながらこってりのお肉を食べるっていうね、すごいバランスのいい沖縄そばだなと思ったのが印象的でしたね。まあ、僕はね、あまりね、入れないんですけれども、味変がね、好きな方は高齢グースを入れてみるのも一ついいかなと思います。っていうのは、まあ、かなりね、今回の沖縄そばの中村そばね、味がね、シンプルですので、最後の方になってくるとね、まあ、さっきあったお肉との交互だったりとか、あとはね、味自体をね、ちょっと変える、高齢グースを入れてね、グッとね、引き締まりますんでね、ぜひね、そういったのも試してみてほしいなと思います。かなり人気店でね、並ぶっていうので有名な中村そばですけれどもね、ぜひね、恩納村、まあリゾート地ですし、皆さん泊まるところもね、近い場合あると思うんでね、ぜひ今回の動画参考にして行ってみてほしいなと思います。続いてがね、第4位、同率のね、元部にある岸本食堂です。こちらはね、明治38年創業ということで、沖縄の人なんても知らない人いないっていうぐらいね、有名なお店で、まあ、皆さんもね、多分行列ができて入れなかったよっていう人多いんじゃないでしょうかね。もし入れなかった場合はね、近くに八重岳店っていう店舗もありますので、そちら行ってみるといいと思います。まあ麺はね、そちらから出荷されてるので、味は全然変わらないですよ。岸本食堂のね、メニューなんですけれども、3種類しかないです。まあ、そば大、そば小、ジューシーという形でね、すごくシンプルなメニューになってます。でこちらのそばのね、特徴っていうのが、木灰を使って昔ながらの製造なんですよ。今ではね、簡単に手にある乾水を使った製法がね、一般的なんですけれども、岸本食堂の場合はね、明治38年、まあ、創業から、ね、100年以上経つ、ね、昔ながらの製法を使って、木灰を、ね、使って麺を作ってます。こ
この木片をね使った製法だとどうしてもね手間と時間っていうのがかかってしまうんですけれども、岸本食堂はね100年以上続く味を守るためにね今でもね木片を使って麺を作り続けてるんですね。そしてねこの木片を使った麺っていうのはすごくもちもちしててねコシがある歯ごたえのある麺になります。見ていただいても分かる通りね麺の太さ太いですよね、はい、これがねあの岸本食堂の一番の特徴になります。こちらのねスープっていうのはカツオベースになってます。まあ、カツオというとね、まあ、元部長っていうのはすごい有名で昔からねいっぱい取れるんですね。なのでそのカツオを使ってね元部長っていうのはいっぱいの沖縄そば屋さんができたんですよね。だから今でもねあの沖縄そばのお店がすごく残ってますし、実はねあの沖縄そばっていうのは元部の方からね北部の方からどんどん南部の方に広まっていったっていう歴史があります。僕の印象としてはねこちらの岸本食堂っていうのはやっぱ昔ながらのそば屋でね、まあ、小さい時にね連れてってもらったそば屋の味ですね。それくらいベーシックな沖縄そばなので、まあ、僕のおすすめとしてはねこの岸本食堂を食べてからいろんな沖縄そば屋さんね巡るとよりね違いが分かったりとかあの美味しさに気づくことができるんじゃないかなと思います。ぜひ1回はね食べてみてほしい沖縄そば屋さんが岸本食堂ですね。はい、続いても同率4位の名護市にあるねガブソカ食堂です。こちらのね沖縄そば屋さんはね珍しくね沖縄本島にまあ複数店舗あるガブソカになります。で名護市が本店になりますね。ここはね元祖早期そばの店っていうことで、ここガブソカ食堂からね早期を沖縄そばの上に乗せてね早期そばとしてね全国に広まっていったっていうことですね。もともとはねここ大衆食堂だったっていうこともあって、早期そばとかね沖縄そば以外にもねいろんなまあメニューがあるのも一特徴の一つですね。創業はね1966年ということでとても古いんですけれども、そこからねどんどん沖縄全島でねあの店舗を展開してるんですが、麺は一緒なんですけれどもスープだったりとかは独自のね製法になってますので、まあ、本店と若干違うところがあります。今回ね残念ながらあの早期そばがね売り切れてたんでね三枚肉そばをね注文したんですけれども、少しだけねあの早期は乗ってましたね。僕はね名護市に住んでたのでね、あのこのガブソカ食堂のね沖縄そば早期そばっていうのはよく食べました。こちらのスープはねよく使われるカツオだしじゃなくてね豚骨ベースになってます。なのでねすごくこってりしてるんですね。でそこにねこの自家製麺の麺がねよくあってね、であとお肉もねあの柔らかいですし、あと早期がねあの骨まで食べれるっていうことね、デージ美味しい一品になってます。まあ、僕的にはねあの早期そば食べるんだと一旦ガブソカのねあの早期食べてほしいっていうのと、あとちょっとねスープの味が変わるんでね、ぜひねあのまあちょっと遠いですけれども本店の方足運んでみてはいかがかなと思います。はい、続いてがね第3位、こちらも同率になりますけれども浦添市にある高安そばですね。ここでね食べるべきメニューが元祖ね油脂豆腐そばです。4位で出てきたガブソカそばがねあの元祖早期そばのお店っていうことだったんですけど、ここはね初めてね油脂豆腐を沖縄そばの上に乗せたっていうのがねこの高安そばになりますね。油脂豆腐っていうのはね豆乳ににがりを混ぜてね固める前の柔らかい状態の島豆腐ですね。まあ、いわゆるおぼろ豆腐に近い感じなんですけれども、このね油脂豆腐っていうのは鮮度がね命なのでね一度に大量に仕入れることができないんですよね。だからどうしてもね作る数に限度があるので売り切れてることがねよくあります。なので油脂豆腐そば食べたいっていう人はね早めに行くことをおすすめします。豚骨ベースのねスープとあと昆布のね香りがねほのかにするっていう感じで、ね、すごい食欲をそそるんですよね。
まずはねこの麺なんですけれども、縮れ麺ですね。ここは、まあ、縮れ麺っていうのはね他であまりないんですけれども、すごくね弾力もあるし歯ごたえもあってね美味しい麺になってます。はい、そしてねこのゆし豆腐ですよね。ふわふわですよね、見てもね。もうこれね切れたりとか落ちたりとかしてないような形でね、腰がねしっかり保たれてるんですよね。なのでねぜひあったかいうちにね食べてほしいなと思います。はい、そしてねこのお肉ですね、僕的には、ね、一番ポイントなんですけれども、あんまりねいっぱい入っているわけではないんですが、これ柔らかくてね味がしっかりしているので、時々ねゆし豆腐と混ぜてね食べるっていうのが最高に美味しいですよ。沖縄そば好きならぜひねこの元祖ゆし豆腐そば食べてみてほしいなと思います。はい、続いてがね同率3位の那覇市にあるスーマヌメですね。こちらはですね標識にもあるね白間亀さんという店主の祖母のお家がお店になってるんですよ。なので仏壇ごとお店っていうのを同時にやりくりしてるのでね、親戚が集まる旧盆と正月お休みっていうね、まあ面白いというか不思議なお店なんですよね。赤瓦のね普通の古民家をねお店にしてますので、まあ中で食べるのもいいですし、外のねテラス席で食べるのもいいという形で、昔ながらのうちなのね雰囲気を感じながら食べられる那覇のね隠れ家的な人気店になってますね。まあ、このね家の中の雰囲気っていうのがね、なんかおばあの家に来たようなね雰囲気があってね、まあ、僕的にはねぜひね中で食べてほしいなと思うんですけれども、まあ外のね雰囲気っていうのもすごく良くてね、まあ季節の花があったりだとか、あとねまあやっぱ虫の声とかね、沖縄の暑さだったりとか冬だとね、まあ、ちょっとした寒さだったりとかっていうのを感じられるので、まあ、ここはね本当にね店内の雰囲気込みでねおすすめの場所になってます。でここスーマヌメンでねぜひ食べてほしいメニューっていうのが、テビチー三枚肉本草木が入ったねスーマヌメンスペシャルそばっていうものですね。一度にね3つのお肉をね楽しめるっていうことで、まあ、スペシャルってことになってるんですけども、それにねフーチバーが来ます。まあ、僕はねフーチバーあんまり入れないんですけれども、まあ、パクチー好きの人とかはねぜひね途中で味変してみてもいいと思いますよ。ここのお肉はねとにかく柔らかかったですね。3種類ともねお箸でね肉が切れるようになってるんですけれども、それなのにね味がしっかりしてるんですよね。なのでこのカツオベースのあっさりとしたねスープにねよく合ってね、すごいデージ美味しかったですね。で僕がね一番おすすめしたいのがこのね手びちですね。もう見てください、もうすくっただけでもねとろけるようなねこの手びち、これがねデージ美味しかったですね。ぜひね沖縄ならではのね手びしの食べ方、すっぷって食べるっていうね、まあ、吸うように食べるっていうねやり方ねぜひやってほしいなと思います。そしてね麺なんですけれども、細麺でねすごい食べやすかったです。カツオベースのねスープなのであっさりして食べやすいってのもあったんですけど、でも僕はね麺がね細くてね軽いんでね食べやすいんじゃないかなと思いましたね。っていうのはやっぱり3種類もねお肉入ってるんで結構こってりかなと思うんですけれども、そんなことなくね結構ペロッといけるような感じでしたね。
ここ数万名はね、最近ね、口コミとかでね、どんどん人気が出てきてね、並ぶようになってきてますんで、ぜひね、まあ、早めに行って、入れるようにした方がいいなと思います。はい、続いてがね、第2位のね、南城市にある玉屋そばですね。ここはですね、うち南城の人たちが選ぶね、そば王っていうランキングがあるんですけれども、そのね、2代目チャンピオンということでね、すごくね、地元の人たちに有名で人気なお店になります。玉屋そばの特徴がね、カツオベースにしたあっさりとしたスープと、あと細麺ですね。まあ、これがね、シンプルで素朴な味わいってことでね、地元の人たちにね、人気になっている、愛されてるっていうのがよくわかる一品ですね。この見た目からもわかるようにね、すごくね、食べやすい沖縄そばになってるんですよ。この透き通ったあっさりとしたスープとね、あと細麺で、あとね、このね、こってりしすぎないソーキと三枚肉ですよね。まあ、非常にバランスがいいんでね、まあ、食べてみると分かるんですけども、女性でもペロッと食べれちゃうぐらいね、重くない沖縄そばになってますね。この玉屋そばはね、とにかくね、地元の人たちに人気のお蕎麦屋さんなので、まあ、観光シーズンとか関係なくね、結構やっぱ人がいます。ただね、店内はね、すごく広々としていて、席数もあるので、満杯で入れないっていうことはないと思います。まあ、ここ南城市といってもね、那覇からすごい近い位置にあるんですよね。まあ、那覇空港からだと大体 4,50 分ぐらいなので、まあ、観光客の方々もね、まあ、ぜひね、うち南城が選んだね、沖縄そば王チャンピオンのね、玉屋そばの味をね、試してみてほしいなと思います。はい、そしてね、第1位に輝いたのがね、北谷町にある浜屋そばですね。実はね、今回のアンケートでね、まあ、ダントツでした。ここはね、地元のお客さんもね、昼間並んでますし、あと観光客の方ももちろんですけれども、近くのね、海で遊ぶダイバーの方とかっていう方々も来てね、すごい人気のね、お店になってます。北谷っていうのはね、沖縄そば屋がね、あんまないんでね、北谷に遊びに行ったワッタンの中でも浜屋そば行こうかっていう形でね、まあ、これはね、多分ね、うちなんちの人ならわかると思うんですけどね、北谷で沖縄そば食べるっつったら、イコールね、浜屋そばになるっていうのはね、あるあるですよね。それを象徴するようにね、店内にはね、有名人の人たちの写真とか色紙いっぱいあるんですけれども、地元出身のね、有名人の方々のね、サインとか色紙が多いんですよね。やっぱりね、地元のうちに愛されている沖縄そば屋だなっていうのをね、感じることができますね。
ここ浜屋そばのね特徴っていうのがまずスープですね。まあ、見た目っていうのがね豚骨ベースでこってりしてそうに思うと思うんですけれども、一般的に使う醤油じゃなくてね県内の塩を使ってますんで意外とあっさりしてます。なので飲んでみるっていうのは あっさりしてるやつさってことでね、どんどん食べたくなるっていうのが特徴ですね。そして次にねこのトロトロの早期ですよね。この早期がね結構味が濃くてねあっさりしたスープと縮れ麺によく合うんですよね。このバランスが最高ですね。そしてねこの麺ですね、これがね縮れ麺でねよく絡んで美味しいんですよね。でここはねあの皆さん有名なねテルキナ製麺所ってわかりますかね、あのテルキナ製麺ってよく売られてますよね。そこの麺をねずっと創業当初から使ってるっていうことですね。ここ浜屋そばはね創業当時はもともと手びちそば専門店だったんですよね。なので今回食べてる浜屋そば食べてみたことある人はねぜひね今度は手びちそば食べてみてほしいなと思います。はい、今回のね沖縄そばランキング2021年版っていうのはねこれで終了になります。あのインスタのねフォロワーさんたち1万4000人いる中でもね、まあ、うちなんちもいるのでかなりねあの自信を持って今回の7店舗をね紹介できますので、まあ、まだね食べたことないっていう人だったりとか、あと、まあ、沖縄そば屋さんってどこ行ったらいいかわからんやつさっていう人たちはねぜひ参考にしてね行ってみてほしいなと思います。まあ、今後はねあのもっと地域に区切ったね沖縄そばのおすすめのお店とかっていうのも紹介していきますので、別の動画もぜひ見てみてくださいね。